災害現場での活用も注目されているドローン。そのドローンの最新技術を集めた展示会が神戸で開かれています。今日から神戸で始まったドローンサミット。100キロの距離をわずか30分で移動できる空飛ぶ車をはじめ、全国からドローンを活用する自治体や企業など68の団体が出展しました。こちら、まるでスポーツカーのようなかっこいい機体なんですが、実は日本初の物流専用のドローンなんです。日本初という物流専用ドローン、エアートラックは、従来のドローンと違い、内部に荷物を入れることができるため、安定した飛行が可能です。すでに山梨県などで配送サービスの運用も開始され、国内飛行実績はナンバーワンです。続いてこちらのブースではですね、なんと爬竹除用のドローンが展示されているんです。こちらはドローンに搭載されたバキュームで蜂を吸い込み、パーツを変えることで蜂の巣も除去することができます。人の手が届かない高所での作業を想定、来年度の本格導入を目指しています。他にも最大2時間も飛行できる水素電池を利用したハイブリッドドローンも登場。さらにこちらのスピーカー搭載ドローンは神戸市が共同開発したもので、空から災害情報をアナウンスすることでいち早く危険から身を守れるようにと開発されました。神戸市では実際の救助活動などでもドローンを導入していて、およそ2年間で26件の活動実績を持っています。災害現場の上空からの情報収集を行って、被害の軽減につなげていくように活用しています。未来の命を助けることにつながるんじゃないかなと考えております。はい、ドローンサミットは明日まで開催しています。はい、こちらなんですが、日経新聞にも取り上げられているんですけれども、本当にドローンをめぐっては使い方が多岐にわたりますよね。そうですね、ドローンだいぶ身近な存在になってきましたね。そうですよね。日本では数年前までは個人使用だとかテレビの空撮用なんかがメインでした。で、世界ではウクライナで使われているのをご覧になったと思いますが、軍事ドローンなんかが先行していましたが、やはり本命は産業用なんですね。はい、で、産業用ってどういう用途があるかというと、その農薬の散布だとか測量、あるいは点検、あるいは物流、こういった用途の可能性というのが期待されています。で、ドローン自体は中国製が多くて、日本企業の存在感というのは薄いんです。ただ関西にゆかりのあるスタートアップもあります。はいはい、その代表的な一社がこの愛知県に本社を置くスカイドライブです。はい、2025年大阪・関西万博の目玉の一つとして空飛ぶ車がありますけれども、それを開発している企業ですね。で、この空飛ぶ車も実はドローンの一種なんです。あ、そうなんですね。で、また大阪府にも箕面市に本社のあるエアロジーラボ、こちらはドローンを開発していて、年内にもマレーシアで機体の耐久性能を確認する実証実験を始めるということです。なるほど。ドローンの世界市場なんですけれども、2021年に1兆9000億円程度だったんですが、はい、27年には3兆円まで広がると予測されています。1.5倍ですか。はい、すごいですね。で、この伸びの大きな部分を占めるのが産業用になりますので、機体だけじゃなくてその部品開発など、こういったところに商機を見出そうとする関西の企業も増えそうです。市場規模もまだまだ広がるということですし、今後も注目していきたいですね。はい。